このチャンネルは2021年秋に長野県松本市で開催される演劇祭フェスタ松本をご紹介する YouTube チャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いします。だからもともとは一人芝居で、まあ、そのタイトルもいいんですよね。はい、大丈夫です。あれタイトル木曜日タイトル忘れました。あ、僕が妊娠した木曜日。木曜日じゃない、水曜日。やば、水曜日でしたっけ。水曜日、水曜日、はい、僕が妊娠した水曜日、水曜日です。はい、さんです。高山さなえさんです。高山植物園の高山さなえです。よろしくお願いします。高山植物園の代表主催、はい、作演出になるんですかね。そうなります。はい、はいはい、で、高山さんは今回アルプみんなと関わるの初めてですかね。あ、そうです、そうです、はい、ここまで関わらせてもらうのは初めてです。僕だけ一回一人芝居で一緒に声かけていただいて、高山さん作演出の芝居に出させてもらったことがありますが、ありがとうございました、はい、いや面白かったです。あれ、また後でその話はしていくと思いますけど、はい、で、高山さん、じゃあ僕知らないことから聞こうかなと思ってて、はいはいはい、青年団に入ってる、はい、今も青年団高山植物園であり、はい、青年団であることは、はい、知ってるんですが、はい、その前というか、はい、それ以外をよく知らないなと思って、はい、青年団リンクっていうのから高山植物園は実は今年外れた、独立したんですけれども、演出部は辞めてないんですよね。なるほど。いつクビになるのかなと思いながらずっとこれまで20年近くずっと20年ですね。21年かな、青年団入って。青年団に入って、でその中で高山植物園という劇団を作ったってことですか。そうです、劇団内劇団が、まあ、青年団リンクっていうんですけど、はい、青年団に入って、3回目の公演で OK になった感じで、4回目からが青年団リンクってことで、まあ、予算がつく公演をさせてもらえることになりました。3回目まではそれは何ですか、その作品を見て決めるってことですか。そうです、若手自習企画っていう枠が、まあ、青年団にあるんですけど、はいはい、それはまあギャランティーがないんですね。あ、私たちも3回目でやっと交通費をいただけたぐらいで、ただアゴラ劇場は使ってもいい、劇場代だけ、ね、舞台費であるとか、そのいろんなものに関しては基本的には青年団の方で持ってくれるっていう企画があって、予算書を出して通れば OK。でそれが、まあ、例えば評論家の先生見ていただいて書いていただくとか、動員によってリンクに昇格できるのか昇格できないのかっていうのが分かれていました。そういうのが青年団さんってすごく明確ですよね、なんかね。そうですね、うん、はい、なあなあになんかことが進んでいくっていうんじゃなくて、ね、ではないですね、はっきり基準があるというか、はい、で20年いて、うん、高山植物園を作り出したのはいつぐらいからですか。そうです、ね、4回目の公演の時に、うん、高山植物園を一応劇団内で旗揚げしたってことなんですけれども、はい、ちょっと名前がなかなか候補がちょっとこれはちょっと言えないんですけど、言えない、ちょっと話せない劇団名が最初ついていて、あ、はい、まあ、もうあまりにもちょっと言えないのでここで流せることはない。言えない名前ってある。本当に言えないんですけど、でももうただその時一緒にやってた役者とかの子たちとも本当に集まって喋って、はい、どうしようか劇団名っていうのは、うん、青年団リンクなんとかにしなきゃいけない、うん、どうしようかって言って、でももうその言えない劇団名で、うん、劇団の中ではもう名前それ通ってたんですよね。もう呼ばれていたし、なんか青年団に配る書類とかにも織田さんとかが高山なんちゃらはっていう風に書いてたんですよ。あ、高山ついてたんですね。高山ついてた、高山なんとかどうって言うんですけど、ここも言えないんですけど、言えないんだけど、それをちょっと上回るインパクトのある名前が思いつかなかったんですよね、はい、みんなで。もうしょうがないから、もうこれで行こうと言って、うん、織田さんに、青年団全員が入っているメーリングリストに、はい、流したんです。これできます、はい、よろしくお願いしますって言ったら、夜中の2時ぐらいに織田さんその時韓国にいらっしゃったんですけど、はい、その名前はやめた方がいいと思うよっていう
2行のメールだけが全員が見るメーリングリスト流れて夜中の2時にあなたがつけたよねっていう、つけたのは森田さんなんです。あなたがつけてみんなに言いふらしてみんなに広めたよねっていうのを夜中の2時に聞かされて、はい、メール見てうわーってなって、でもまた改めてまた招集してどうしようかってなった時に、まあ、アゴラ劇場の事務所で高山って打って、まあ、ちょっとどうだろうねって言いながら、まあ、高山植物園とかあるからって、で高山ははしご高のままで植物園入れて、はい、地面がまあ硬いけど、まあ、いいんじゃないかってことで、じゃあもうこれにしましょうってことと、もうチラシの入稿が、待ってたので、もう名前を決めなきゃいけなかったんです。それまではその通称の名前でチラシは出してたんですか？いや、チラシは出してないです。出してないんだ、その時。それつけてしまうと、高山お前なって織田さんが言うんですね、NHK で流してもらえないぞって言われて、そういう名前なんだ。そういう名前だったんですよね。なんだろうね。言えないんですけど、言えない。これはもし気になる方はぜひ私個人的に聞いてください。ね、いくらでも個人的にお教えいたしますが、拡散はしないでください。はい。はいはい、なるほど。はい、ってことは、じゃあ若手公演だから、千円台入って割とすぐに、その、劇団を作ったってことですかね。そうですね。3年後ぐらいですかね。3年後ぐらいか。3年後ぐらいだと思います。はい、それまでは、若手自主企画で。自主企画を何本、はい、3本やって。3本やって、はい。それが演劇の始まりですか、高山さん。私は学生の時ですね、ここの地元の大学生だったんですけど。あ、松本ですもんね、出身。あ、ちなみに同い年です。あ、年が一緒なんです。はい、一緒なんですよ。だから大体その時代は分かるんですけど、学生、高校、いや、高校は全然劇関係なく大学ぐらい、大学の、はい、サークルかなんかでですか。サークルが、まあ、有名なサークルがあるんですけど、松本の、松本の大学の、そうあるんですけど、それ言ってもいいやつですか。大丈夫かな。山並さん、そう、山並信州大学のね。そう山並ですね、はい、なんですけど、その私がいた頃の山並はすごく体育会系で、合わないんですよね、体育会系、合わない、意味が分かんないし、なんかカレーは食べてもいいけどタバコはいいとか、なんかわけのわからないルールがあったんですよ。待って、カレーは喉に良くないから。カレーはダメなんですね。カレーは食べちゃダメ、ダメなんだけどタバコはいい。全部意味わかんないですね。意味わかんなくて、で比較的好んでやってらっしゃったのが、第三舞台とかをやってらっしゃったんですよ。はいはい、そうすると私もちろん青年団が好きなんで、青年団に入ったんですけど、もうなんていうんですかね、っていつも思ってしまう感じ。タイプが全然違いますもんね。違うので、そのいい悪いとかじゃ決してなくって、自分の好みではなかったんですよね。なので友達を集めて教室でやってた。教室を借りて。それもじゃあやっぱりサークル内劇団を作ってたっていうような感じですかね。いや、でも完全山並とは全く別です。山並さんとはまた別で、別です。そこにいないメンバーで、いないメンバーで、はあ、結構行動的ですね。はい、その時はそうですね。で、その当時までは、今どうなのか分からないんですけど、山並の小屋があったんです。本当にボロい小屋があって、そこを初めて外部の人間が多分使わせてもらったのが多分私が初めてなんです。絶対使わせてくれなかったんですよ。それはどうやって通したんですか？舞台が畳の舞台をちょうどやり終えたところで、私も畳の舞台を考えていて、少し山並が元気がなかった頃だったんですよ、に山並の部員に声をかけて、ちょっと使わせてくれないか、元気がないところを奇襲かけた。元気がなかったんで、ちょうどこう言い方いけるかなって言って、ちょっとグイグイ言ったら意外といけて使わせてもらえた。それ以来、その公演当日が大雪だったっていう。雪、1メートル20センチぐらい降ったんです。その時代は結構積もったってことですか？積もったんです。なんでなかなかちょっとお客さんには来ていただけなかった。あら、思い出があります。なるほどね。はい。で、山並さんで、まあ一応とその自分の活動をして、山並は全く やめたのか。いや入っていないんだ。全く入ってない。全く関係ないんだ。で、じゃあ自分のその劇団で大学の間はずっとやって、ずっとやっていて、その時から作演出ですか？そうです。で、その時人が足りなかったので出てました。出演もされてた。自分も出てました。はい、どうでした？出演は。出演はでも、あんまだから向いてないなっていう、その書いてたり演出の方がいい。その代わり間違えた役者のフォローができるのは、自分が書いた本なので、それは良いなと思いましたね。フォローがすぐパパッとできて、ちょっと
段取りは変わるけれども、はい、なんとか見せられるっていうところは良かったかなと思うんですけど、多分私は向いてはいない、なるほど、ね、役者さんは、はい、なんかでもまあワークショップとかでもたまに、はい、この間一緒にちらっとねやらされてましたね。アルプの串田さんとかと一緒にやった時、そうそうワークショップに出るといつもなんとなくの流れで私なんとなくやってるんですけど、はい、本当にお見苦しいものを、いやいや、あのね独特な雰囲気があってねなんかひょうひょうとしてるというかね、なんか面白いんですよね、で串田さんとのすごい飛びますけど、まあ、はい、青年団があって、はいはい、高山植物で串田さんとの出会いはいつですか。もう本当に ここです。市民芸術館が出来上がって、そうですね、その時はもう私高山植物園を担っていたので、うん、ここで講演をさせてもらいました。その時はまだ東京で活動されてた時、はい、てました、はい、でその時に串田さんに会って、その時の芸術プロデューサーの方によくしていただいて、なので串田さんとはあれなんですけど、ワークショップに少し参加させてもらったりってことと、それでちょっと面識ができて、じゃあその時アルプのメンバーとかもいましたか。じゃあその時からなんですね、はいはい、もう10年近く前。そうですね、はい、それで松本に戻ってこられたのはどのぐらい、はい、ちょっと海外に行っていたんです。はい、海外に行っていたので、それで帰ってきて。どこに行ってたんですか。インドネシアに。インドネシアに行ってました。演劇関係あり、はい、そうです、はい、でもインドネシアの演劇ってあるな、見たこと、うん、すごく面白いんですよ、うんうん、踊りがやっぱり上手で、はい、体がもう違うので、はいはい、インドネシア その劇団の芝居見に行って、やっぱ踊った時に、うん、まあ、中に実は日本の俳優さんが一人いたんですけども、はい、もう本当に目も当てられないぐらいに体がすごい引くんだ。もう全然違って、本当に美しい体で、手の指先までのこう神経が行き届いている、はい、まあ、踊りをタリって向こうの言葉で言うんですけど、うん、タリがすごくって、あと影とか、いろいろ演劇たくさんあったので、たくさんお芝居も見させてもらいましたし、はい、じゃあその勉強とか、まあ、講演で、うん、そのインドネシアに滞在してたってことですか。最初は織田さんのワークショップがインドネシアであって、はいはい、それに、まあ、友達がたまたまインドネシアに行ったんでついてたんですよね。で向こうのコーディネーターの方が、はい、なかなかにちょっと個性的な方で、はい、すごくマイナーっていうよりもマニアックなところに連れてかれる。足つぼマッサージも、はい、普通の人が行かないような足つぼマッサージに連れてかれてやたら痛くて、織田さんと私が悶絶するっていう、ずっと痛い痛いっていうのを、で私しょうがないとりあえず織田さんの悶絶を写真撮って、写真撮って痛いんですけど、私みたいにとりあえず撮っとこう、みんなに見せようと思って、自分もやられながら撮ってた、やられながら撮ってました、撮ってました。高山さんらしいですね、それなんかね。そこはもうこれは撮っとかないとと思って、はい、でその後に、まあ、食事がすごく美味しかったんです、インドネシア、はい、なのでここにだったらいいかなと思って住むのであれば、あ、それで食事かなっていうところでインドネシアに、8ヶ月間だけ8ヶ月行ってました、はい、でそれが帰ってきて東京ではなくて松本にちょっと帰って、あ、そこからもう松本に戻って、そうなんです、そうなんです、そうなんです。ちなみにすごくインドネシアでものすごくモテて、あ、そうですか。そうなんです、インドネシアだと色が白くて小太り、これがモテるんです色これがモテるんです。もう私ドンピシャだったんで、すごかったです。割とね身長も近いですよね、インドネシアの人って。そんなに高くないですよね。そう小柄な方が多くて、ね、ですごい戻ってた。ものすごかったんですよどこに行っても私を好きになってくれる人が、ね、すごかったです。もう最大の目的なんですけど、ただその半数は日本人だからお金を持ってるんで、お金目当てが半数ですよね。まあでもね、両方が合致してすごいことになってた、ね、すごかったです。だから織田さんのワークショップついてた時にも、学生さん相手のワークショップだったんですけど、すごくって、織田さんがお前もう日本帰らなくていいよっていうここに住めよっていうぐらいにすごかったですね帰ってくるのちょっとじゃあ寂しいですね、でもなかなかちょっといろいろときつかっ
かったことも多かったので、あ、そうですか、いろんな経験させてもらって、ね、海外ね、今となっては、はい、うん、それで、はい、もっといろいろ話聞きたいんだけどね、うん、時間そんなにあるのね作品の話そろそろしますか。そうもう急だけど、はい、今回そのフェスティバルの中で1本作演出の作品をやっていただくということで、はい、まずタイトル聞きますかね、はい、月曜日に看護師は恋をするというタイトルになっています。はいはい、これ一人芝居ですよね。一人芝居です、はい、何分ぐらいでしたか。はい、まあ、伸びて30分、長くなったとしても30分ぐらいのお芝居になってます。はい、でこれのお芝居はまあ、最初にちょっと話した僕が一緒にやった一人芝居の世界観と同じ世界観、そこに出てくる登場人物をまた今度フューチャーして一本芝居を作られたってことですよね。はい、そうです。草道さんに出ていたもののところに出てくる人をもう引っ張り出してきたような感じで書きました。はい、だからもともとは一人芝居で、まあ、そのタイトルもいいんですよね。はい、大丈夫です。あれタイトル木曜日、あ、僕が妊娠した木曜日。木曜日じゃない、水曜日。やば。水曜日でしたっけ。水曜日、はい、僕が妊娠した水曜日です、はい、で、はい、いうタイトルですね。はい、僕が妊娠する話ですね。そうですけど、うん、はい、今なんか結構違う衝撃の方が大きくて、ね、すごいもう衝撃ですね。俺も自分で衝撃ですよ。はい、それでそこに出てくるある登場人物さんを今度は、はい中心に書いて、はい、なんだっけ、私が恋する月曜、はいはい、そうです、看護師、月曜日に看護師は恋をする、そうです、はいはい、っていう作品を作られた、だから看護師さんの話ですね。はい、そうですね、登場人物は看護師さんですね。うん、はい、僕のそのセリフの中で、あ、僕もその役ちょっとやりましたね。やってます、やってます、やってます。一人芝居なんでね、ちょっとその登場人物にもフッとなったりするんですけど、はい、そのかなりなんて言うんだろうね、言ってもいいんでしたか。大丈夫です。はい、ハードボイルドっていうか、うん、やんちゃな看護師さんね。そうですね、はい、かわいい、めっちゃかわいいんですよ。はい、めっちゃかわいいけど、うん、ちょっと口の悪いやんちゃな看護師さん、はい、でその看護師さんの話を、はい、作られたということで、はいはい、僕ももう読みましたけど、 ありがとうございます。はい、面白かったです。はい、ありがとうございます。ね、同じ世界観だけどちょっとまたちょっとテイストは違いますね。そうですね、僕の時とと、はい、で本当はもう一本書いたんですよね。もう一本、そうですね、さらに言うとね、僕がいるので、うん、僕の妻のお話があります。はい、でこれが木曜日ですね。これはちょっと待ってください。衝撃でいろいろ情報が飛んでしまって水曜日で看護師、月曜日で看護師、月曜日で金曜日です。あ、妻は金曜日、木曜日ないんだ。木曜日ないです。金曜日、妻は金曜日なんです。はい、はい、金曜日でしたね。金曜日に、はい、あ、私は金曜日に壊れる、はい、はい、そうです、うん、はい、っていう、だからもうさらに一人の人物のも書いていただいて、はい、まあ、いずれいつかどこかでその3本まとめてできたらなと、はい、計画しているところではあります。はい、で今回やられるのはその、看護師さんの話なんですけど、はい、どのぐらい話せるところをなんとなく、はい、ああ、そうですね、最初に書き始めた頃はもうちょっと楽しく笑えるお話を、うんうん、ぶっ飛んだ人ですもんね。そうなんです、そうなんです、を書こうと思ってたんですけれども、どちらかというとちょっと切ない感じのお話にはなったかなって思いながら、それでも私自身が、まあ、書いてて楽しかったなっていう戯曲になってますし、これが舞台になって見ていただく方にどんな風に、はい、受け取っていただけるかっていうのはすごく楽しみにしてます。そうですね、はい、前にその一人芝居でやった時もやっぱその看護婦さんのことが気になったっていう感想をいただいたりもして、そうですね、やっぱキャラクターとしてちょっと魅力的というか、うんうん、でも設定としてはかなりぶっ飛んでるから そこでどうやってお芝居を作るのかなと思って読んだら、はい、割とそのどちらかというとその看護師さんの話の方が僕がやったお芝居よりもうちょっと、筋が通ってるっていうか、そうですね、うん、一貫性がちゃんとある、うんうん、なんか彼女のキャラクターの
なんていうのかな、バックボーンみたいなのがすごく見えるお芝居になってましたね。はい、はいはい、そうです。草見さん出ていただいたのはかなり分かりにくいかもしれない。いろいろね、世界観がちょっとクククって変わっていったりする部分もあったりして、うんうん、はい、それで、まだ稽古はしてないか、これから稽古は。そうですね、まだこれからになるのと、はい、まあ、出演俳優が東京にいるので、はいはい、出演していただく方が、そうです、はい、名前が橋田ニーナと言います。青年団の俳優でもあり、はい、ママごとですね、はい、芝君のママごとの方にも所属している俳優になります。はい、僕も見たことありますよ、ママごとの。ああ、橋田さんの あれ、我が星かな。そうそうそう、我が星でね、主役やられてた方ですよね。そうそう、だからどんな風になるかすごい楽しみですよね。でそれをやるのは、まあ、場所はここら辺のどこかになるんじゃないかなって。シアターパークのどこかでやるような、はい、それで今ここでインタビューしてるんですけど、はい、特にすごく大掛かりなセットがあるとかいうわけでもなく、多分シンプルにもう本当に一人の、はい、その看護師さんがずっと喋っているっていうお芝居。そうですね、ただまあ僕の方も、草見さんに出ていただいた僕の方も動きをたくさんあったように、はい、看護師の方も動きを入れたりとか、うん、まあ、できれば乗り物が決まってるので、うん、あれがあったらいいなって実は思ってるんですよ。実は乗り物出てきますね。乗り物が出てくるので、それで登場したいな。5メートルぐらいの距離でもいいので、あの乗り物に乗って、ああ、本物の本物ニーナが乗れるかどうかがちょっとあれなんですけど、乗れるんだったら本当に5メートルでいいから乗りたい、乗せたいっていうのが。ここでね、今のこれ乗ってたらすごい衝撃的ですけどね。衝撃いいじゃないですか。で話があれで始まるっていうことなので、はい、いいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども。なるほどね。そうするとそれを使ってまたいろいろできると思うので、うん、稽古が本当に楽しみですし、はい、まずそもそもここでその乗り物が大丈夫なのかどうか、まあ、それが一番ネックになるんですね。そうなんです、早めに確認した方が良さそうですね。確認して許可を得ないとダメだなというふうに思ってます。はい、だから割とその僕がやった時もそうですけど、これどうやってやるんだろうなっていう台本だけだと分かんないんですけど、やっぱ稽古していくと高山さんが結構いろんな動きを、はい、提案してくれてって、はい、あ、そしたらじゃあこういう風にしようとかね、はい、膨らんでいくんで、多分本で読んだ僕が印象とまた全然違うものになるんじゃないかなとは思ってます。はい、ありがとうございます、はい、でなんかすごく独特な、その本もまず、まあ、高山さんのある世界観があるんですけど、演出するとまたさらにちょっと高山さんの独特な世界観がより色濃くなるというか、はい、変わった人だっていうのが面白みとして出てくるんじゃないかなと思うんで、自分が独特だっていうふうにずっと言われ続けてきたんです、はい、子供の頃から、うん、そこまでじゃない、そこまでじゃない、演劇をやっていて、やってから演劇やってたんだけど、作っているものが独特だっていうふうに言われ続けてはいたんですけど、はいはい、ずっとそうだとは思ってなかったんです。はい、私は比較的スタンダードな方だと思ってたんですけど、さすがにこの年になるとやっぱり気づきますよね、うん、もう言われ続けて、言われ続けてて、そして奇人変人くぐりも多いですしそうなってくるとやっぱり、ああ、もうこれはもう認めるしかないんだなっていうふうに、独特なんだっていうふうに、出演していただいた劇王の審査員の方々もおっしゃってたじゃないですか、はい、おっしゃってましたね、そこまでかって思いましたけど、はい、まあでもそうなんだろうなっていうふうには思ってます、うん、だからね、はい、唯一無二な作品にがどんどん生まれてくると思いますので、はい、ぜひ見に来てください。そして、20分だったっけ、20分30分、20分30分ぐらいの短いお芝居です。今回ね、フェスティバルの中でいろんな作品、2時間もね、1時間半ものとかあるですけど、ちょっとした時間、20分で、あ、ここ見れるわって間で見れたりもして、それでいてすごく色濃い世界が広がってるので、ぜひ、はい、まあ、僕も見たいですし、見に来ていただければなと思います。よろしくお願いします。なんか言い残したことありますか。僕は期待足りないことはいっぱいあるんですけど、本当に短い30分のお芝居なんですけれども、はい、ものすごくこう密度の濃い作品を作りたいなというふうに、うんうん、今から頑張ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひご覧ください。はい、高山植物園の高山早苗さんでした。
ありがとうございました、はい、ありがとうございます。あ、来た撮影者です